どんな仕事してるんやっけ。学生の時、大学2年生の時からやってる、ホームダーっていう NPO 法人で今も働いてて、そこでは、野宿している人だったり、あと生活保護を受けてるけど、今居場所がないっていう人たち向けに、仕事の場所の提供であったり居場所の提供っていうのを行ってます。もともとシェアサイクルのハブチャリっていうやつだけやったのが、今では行政だったり企業さんからの委託事業も増えてきて、でかつ、それ以外にも宿泊できる施設の提供であったりとか、事務所自体が一つの居場所として2階建ての場所を借りてできるようになったりとかで、大きくなってきたので、できる仕事自体もだいぶ増えてきたかなっていうのは。学生の時からやってる活動って何でそんなにずっと続けてられるの？1年生の時に起業したんだけど、その時の原動力は車椅子に乗ってるお母さんのためにっていう、お母さんを生きやすくするため、笑顔にするためにやりたいっていうところが原動力だったんだけど、私たちがやってる活動を知った障害のある人とか、家族がいる人とかから、こんな仕事があるなら私も参加したいとか、なんか自分で生きやすい社会を自分で作りたいと思ってたから、私の家族のためにもなるし、同じ悩みを感じている人たちのためにもなるからっていうことがすごい実感できてるからかなっていうふうに思います。はい、なんかこれからこんなことやりたいとか夢とか目標みたいなのってある？日本の中ではまず2020年に東京オリンピックパラリンピックっていう大きな機会があって、2020年の段階で日本のユニバーサルデザイン施設もサービスもすごかった。でそれをどこがやったのかってなった時に、それは私の株式会社ミライロって言われるような環境を作りたいということがまず一つと、あと海外は文化も違えばやり方も全然違うから、2020年のその先は日本のユニバーサルデザインを海外にも取り入れてもらったりとか、文化も環境も仕上げていくことができれたなというふうに今は思っています。はい、とか、困ってるよっていう人たちが、すぐにその日から宿泊できる施設を運営して、あそこに行けばなんとかなるっていう、そういうシンボリックなものを一つ作っていって、最終的にはホームレス状態に一度なったとしても、なりそうだったとしても、もう一回やり直せる日本の社会を作っていきたいなっていうのを思ってます。